皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。初心者はこれ引けシリーズ第6章6曲目に突入でございます。6曲目は、ザ・ブルーハーツさんのトレイントレインというちょっくら懐かしい曲にチャレンジしていこうかなと思っております。なかなか盛り上がる曲だと思うので、どっかでこうなんかやってよとか、ちょっとギター弾いてよって言われた時に、結構使えるかと思います。そうすると結構盛り上がる曲だと思うので、よかったら覚えていただけると幸いです。で、なんとなくそのテキストを見ていただいて感づいたと思うんですけれども、すごいシンプルです。すごい簡単です。多分左手のコード全部わかると思います。知らないこと出てこない。で、右手のストロークも桜坂でやったこのストロークなんですよ。だから新しいことが何も出てこない、何も出てこない。つまり動画を見てもらっても説明するものは何もない。あとはもう頑張ってくれっていう話になるんですけども、桜坂のリズム覚えてますか？まあ、左手はもういいっすよね。これは本当にいいっすよね。右手の桜坂のリズム、タンタカタカタンタカ。まあ唯一 C って言うならば、このリズムが早いんですよ。ちょっと A セクション弾いてみますと、こんな感じ。ワン、ツー、スリー、フォー。感じで、ずっとこのデンデンデンってやってるだけなんです。なんかわかるじゃん、もう見てて。なんか見えない自由が欲しくて、こんな感じで、わかるじゃん、もうすでに。こんな感じでやって やればいいか。こんな感じなんですよ、こんなもんなんですよ。そんだけ、最初の静かなところとかは天候に向かって走る、あの列車に乗って行こうみたいな感じで伸ばせば OK で、B セクションの見えない自由が欲しくて、見えない自由を近くる、本当の声を聞かせておくれよって、まあこんな感じでリズムをつけて、インターぐらいからじゃあ元気に弾けば OK で、 A セクションも元気よく、ここは天国じゃないんだ、たどり着いて地獄でもない、みたいな感じで、イエスばかりじゃないけどっていう感じのストロークに行くわけです。で、途中でそのね、静かになって、キャントトントトントンストンコンポンポンポン、ピアノができる、ホリーで、バイオリンがウェーって弾いて、また栄光に向かって走るみたいな感じで、この静かな A メロが始まるじゃないですか。その時はまあ伸ばせば OK で、その次、元気な時は無理足にして走ってく、無理足にして走ってくみたいな感じで、こうリズムをつけていけばいいのかなという感じです。まあ細かくそのリズムの違いに関してはお手本の動画を見コピしていただいた方が手っ取り早いと思いますので、そちらを参考にしてみてください。で、ちょっとね、サビに関して、これは好みです。サビはその普通に桜坂のリズムで8ビートって言うんですけども、8ビートのリズムで、みたいな感じでやっててもいいですし、ちょっとこうね、でワン、みたいな感じでこうね、ダウン主体にしてもいいですし、まあ、この辺は皆さんのそのセンスというかアレンジにお任せいたしますので、好きなようにやってみてください。はい、終わり。トレイントレインの解説終わり、終了でございます。あとはもう頑張ってテキスト見ながら、お手本動画見ながらやってみてください。頑張ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。余談です。まあ、テキストに書いてある話の、延長線というか、あれでございますね。テキストの方にその上達を早めるコツということで、日々の練習記録、成長記録、撮影、録音してみようと、ありますが、まあ、基本的に書いてある通りのことです。最近ほら、すごいこのスマートフォンが発達してるじゃない。その皆さん iPhone とか Android 端末とか、まあタブレットとか MacBook とか、Windows PC とか、こういうラップトップとかも持ってると思うんですけども、撮影できる機材っていうのがね、そのね、この現代においてはですね、もう本当にもう身軽な、手軽なものやったんですよ。ちょっと前まではさ、ほら、携帯電話、
なんかこのパカパカのさフリップ系のやつでもなんかこう動画ってもうめちゃくちゃ荒かったし、なんかビットレート低すぎてさ、こう喋ってる声もさみたいな感じでさ、全然なんつってかわかんねえし、なんか何やってっかわかんねえしみたいな感じだったじゃんね。けどね、その時代がその終わってさ、なんかもうね、スマートフォン一つでもすごい、もう新しい iPhone SE なんか 4K 撮れるってどういうことだったよね、4K 撮れるってどういうことだよっていう、なんかそんな感じのそう凄まじい変化を遂げてるんだけどもね。前はそのビデオカメラとかね、あんなでっかいね、なんかね、8ミリとか16ミリとかあったじゃないですか。8ミリビデオテープが出た時もね、16ミリからね、一気に半分やったからね、え、こん中にそのね、もう映像入んのかよみたいな感じで、もうびっくりしたじゃないですか。ね、あの世代の方々。あるじゃないですか。でもそんながさ、もうね、今もう、ね、小学生でも持ってるっていう話なんですよ。どういうことだと。もうこの世の中もう本当にもうそういうその便利グッズ、あれ何の話だっけ、ね、便利だよねって話です。 iPhone って便利だよね。そんな便利グッズを使って撮影とか録音するといいっていう話をしたかったんです。録音ボイスメモ機能とかたくさんあると思うので、そういうんでこう練習記録をつけてもいいですし、まあ実際にこうね、あのパッてこう iPhone 立てたりとかして、そのね、自分の弾いてる姿を録画するのも全然 OK かと思います。そういうのをね、こう日々ちょこちょこ続けて、1ヶ月後2ヶ月後3ヶ月後とかになんかこうふとした時に見返してみたりとかすると、全然ぎこちなかったりとか下手だったりとか遅かったりとかすると思うんで、なんかそういうのをね、こうね、記録に残しておくのもいいと思うんですよ。で、ふと見返したときに、これ全然できてないやん。あ、やっぱ俺あの時から上手くなったんだな、みたいな感じにこうね、しみじみしたりとかすると、やっぱ嬉しいじゃん。あ、やっててよかったなって なるじゃん、単純に。うわ、すげえ、俺上手くなってるわ、つって、やっててよかったわ、つって、これからも頑張ろうってなるじゃん。そんな意味で、このモチベーションの一つとしてね、なんか動機づけとして、動画撮影、音声撮影、録音か、してみてもいいんじゃないのかなという話でございます。せっかくね、お手元にすごい手軽に使えるめちゃくちゃ文明の利器があるので、まあ、そういったものをたくさん使ってやってみていただけると良いのかなというおすすめでございました。人によってはね、あのツイッターとかにアップロードしてみても面白いかもしれない。まあツイッターとか YouTube ってさ、その言ってみればそのなんかこうね、思い出のこのアーカイブみたいなところがあるわけですよ。まあいつかツイッターがね、その廃業したりとか YouTube が廃業したりするかもわからないけども、まあとりあえずしばらくは絶対安泰じゃん。だからそのね、自分のその思い出を記録がてらみたいな感じで、とりあえず今日はこんな感じでした、プーンってツイッターに載せて、今日はこんな感じでした、プーンって YouTube に載せてとかやってたりとかすると、まあ自分のスマートフォン、タブレットが壊れたとか、機種変したとか、誰かにあげちゃったとか、ね、データが消えちゃったとか、なったとしても、ネットに残ってるから、なんかこう、ふとした時に思い返せる、なんかいい思い出になるんですよ。これがさ、1週間、2週間前とかだったらさ、別にそんな大したことないけども、すごい古い記憶、例えばその昔のさ、ほら、なんかこう懐かしいものとかさ、引っ越しとか、なんかこの大掃除とか、年末年始とか、そういった時にそう、こうね、ひっくり返したりとか、バーンとかやったりとかすると、すごい懐かしい写真とかさ、すごい懐かしいテープとかさ、すごい懐かしい、なんだろう、なんか CD とかさ、まあ、いろんなこの思い出の品が出てきたりとかするじゃん。うわ、こんなんあったわってなった時って嬉しいじゃん。意外とね、そのツイッターとか YouTube とか、もしくはそのスマートフォンの映像とかに関してもね、結構ね、そういうことがね、あるんですよ。まあ僕自身、その2009年とかからもう YouTube やってるし、ツイッターも2010年とかからやってるし、まあなんだったらその YouTube 自体僕2007年に動画を初めてアップロードして、僕の動画がまだその2007年の動画残ってるんですけども、たまに見るんですよ。なんかね、腕が細い。とかね、なんかそういうこの画質が悪いとかもいろいろあるけれども、なんかそういうこうね、思い出の一つとしてね、ちょっとこう大切なものになったりとかしてるので、ちょっとね、皆さんもね、そういうのをね、使ってみると良いかと思います。スマートフォン一つで YouTube も Twitter もね、ぺって投稿できるし、全然簡単な話なんでね、なんかこうね、ネットに自分の演奏を載せるなんてとかで躊躇したりするかもわかんないけど、大丈夫です。もう、良くも悪くもね、誰も見てないから、別に。誰も見てないし、誰も気にしないから。もう、上手かろうが下手だろうが、もう誰も気にしないから大丈夫。気にするのは自分だけだから。で、その自分がそう納得してペットアップロードして、それをね、いつかまた未来にこうふと振り返った時にいい思い出になるんで、よかったら本当にそういうのね、ちょっと勇気を出してペットをやってみていただければ、幸いでございます。そうすると、ギターがもっと楽しくなるに違いない！
ババン。もしくはね、そのツイッターでこう誰かと繋がってもいいっすよね。一応その、ハッシュタグ、これ弾けで、つぶやいてないなんて話をしてますけども、なんかそれでつぶやいていただければね、僕がリプライするかもしれませんし、なんかアドバイスとかするかもわかりませんし、なんか仲間が見つかるかもわかりませんし、まあそんなね、二次的なものも、期待しつつ、どんどんそういうツイッター、YouTube、もしくはそのスマートフォン活用していただければ幸いでございます。それでは今回の動画は、ほぼほぼ余談でございましたけども、ブルーハーツのトレイントレインの弾き方という感じでございました。正直マジで何の説明することないんで、あとはテキスト、お手本動画を見て頑張っていただければ幸いでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。グッバイ、さよなら。最後に、私、滝沢勝谷 TIKJWA 滝沢という名前で Twitter などをやっております。もしよければフォローいただけますと幸いでございます。動画の感想、リクエスト、ご意見、いろいろあるかと思うんですが、今回はこれが良かった。今回はこれが難しかった、今回これが楽しかった、今回これがちょっとつまんなかった、いろいろあると思うんですよ、そういったものをねちょっとコメントしてみませんか。もしくは、フォローいただいてそういうのちょっとリプライしてみちゃったりしませんか、そういうのをしていただけると僕はすごく喜ぶので、もしよければコメント、フォロー、リプライしていただけると幸いでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。グッバイ、さよなら。